バスケットボール男子 W 杯2023年9月2日沖縄アリーナ順位決定リーグ大組で世界ランク36位の日本は午後8時10分から同64位のカボベルデと対戦する。パリ五輪切符を得るアジア最上位争いは M 組中国、フィリピン、N 組ヨルダン、T 組レバノンとの5カ国に絞られた。勝てば文句なし。 負けても他国の結果次第で2大会連続8度目の五輪出場が決まる。写真、カボベルデはここにあります決戦当日。カボベルデは正午から約1時間の練習を行った。順位決定リーグ第1戦終了時点ではアフリカ1位となり、パリ五輪切符獲得の可能性を残している。重要な一戦を約8時間後に控えても終始リラックスモード。 報道陣に公開された最後の約10分は大音量で音楽を流しながらシューティングを行っていた。練習後には事前合宿を張った沖縄県与那原町の子供たちから送られたメッセージボードを手に記念撮影。選手は笑顔で、ありがとう、やめてください、など知っている日本語を発していた。国内では日本代表の選手たちが人気漫画、スラムダンクに重なると話題だが、 カボベルデでも日本の漫画は浸透しているようで、日本メディアに向かい日本語で、ワンピース。海賊王に俺はなる。とアピールする選手もいた。